2021年8月27日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は自分の大事なブーツが修理から戻ってきたので、そのことについてここに残しておきたいと思います。もうかれこれ5年目になるのかな。5年ぐらいこのブーツを履いているんですけれど、もう本当に自分の中で一番お気に入りのブーツなんですけれど、まあ、ちょっと壊れてしまって、やっと今日戻ってきてくれました。基本私のファッションはブーツを合わせることが多いので、本当にいつも履いていた子なんですけれど、もうここ修理に出してる間全然当たり前の話履けなかったので、本当になんかそれだけでちょっと切なくてっていう中で、やっと今日帰ってきてくれたので、なんか今は少し新しいお洋服も買ったりしているので、このブーツとどうやって合わせようかとか、そういうことで今はすごく頭がいっぱいです。なんかまた時間があったら、機会があったら、ルックブックみたいのを出してみようかなっていうのも少しぼんやりと今日は思いました。なんかせっかくこんなに洋服が好きで音楽が好きでっていう中で、自分なりのファッションだったり伝える方法ってもっとあるんじゃないかってなった時に、今日は自分のやれる範囲でルックブック作ってみようかなっていうのも思ったので、そのこともここに残しておきたいと思います。とりあえず今日はよく帰ってきてくれたねっていう、もうそれだけです。本当にまたここからいろんな景色を一緒に見に行ったり、いろんなファッションを楽しんだり、たくさんお出かけしたり、大切に時間を過ごしていきたいなと思いました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。